はいどうも、ケンケンです。今日はですね、探すかやろうと思います。で、今回の主役はウルピナと。前回ね、レオナルド、まあ、動画出したんですが、今回はウルピナです。ウルピナファンの、皆様お待たせしました。はい、ということで行きましょう。で、今日戦うボスはね、まあ、もうサムネ出してると思うんですが、リユニにも出てきた、まあ、ボスです。で、今探し技じゃないですけどね、あの聖剣伝説の実況をね取り終えまして、まあ、次探すかの主人公ね、まあ、4人いるんですが、まあ、誰かねちょっとやろうかなと思ってるんですよ。まあ、これは今回単発で、まあ、途中からじゃないですか。途中なんですが、これね、もうかなりまあ後半の方なんですが、まあ、このままボスも倒せるんですけどね。で、やってるんですが、まあ、1からね、やろうかなと思ってます。なんで、あのこの主人公見たいというのがあったらコメントをいただくかな。ウルピナ、レオナルド、そして今ガチャに来てるタリアとバルマンテ、まあ、ちょっと前とか、まあ、結構前ですかね、あのイベントで来てたバルマンテね。で、レオナルドだけ今 SS がないという感じだね。で、ウルピナの上にいるこのアントニウスってやつは、ウルピナの兄貴です。これ兄、まあ、ガチャで言ったらそうやね、モンド、いやエリセド、まあ、このガチャもあるかもしれないですね。エリセドは、アントニウスの婚約者です。で、ウルピナがもう大好きなんですよ、このエリセドは。エリセドのことは、あの似てるでしょ、服装とかね。とにかく好きだ。そして、まあ、俺の希望で言うと、やっぱ、オミニアナ結構好きでしたね。あと一人誰すかな。まあ、結構、ルイスとかもいいキャラしてるんですけど、ね。まあ、レオナルド使いますよ。これ、全く育ってないですけどね。まあ、一応、ちょっと武器だけつけて、行きましょうか。はい、じゃあ、今回とりあえずこのメンバーで。まあ、主役はウルピナとアントニス。行きましょう。遊びに来たよ。よし、ただけど。探すかの戦闘は、まあ、前回も話したんですが、星今4つ。まあ、この陣形だったら初期の星が4つなんですが、4つ分の技を打ってます。まあ、強い技になれば、まあ、もちろん星も増えますし、まあ、そいつだけしか動けないって感じですね。喧嘩か？買ってやるぞ。やるやん。なかなかかっこいいでしょ？あ、バトルちょっと高速になってました。通常に戻します。決まった。私が先導する。まあ、今の連撃っていうのはバルシーズとの連携みたいなやつ。遊びに来たよ。遊びに来たよ。まあ、バッファもガチャで、ね、来るかもしれないですね。で、今、連撃になってると、まあ、BP5 オフって出てるんですが、はい。まあ、連撃の後は、必殺技、大技のチャンス。あ、マルチウェイとかやりますね。全力を出す時だ。あとは、あ、新速三段突きしますか。と、せっかくなんで、レオナルドはいいや。見てるだけと。あ、レオナルド行く？次ぐらい行くか。どっせいつって。私が切り込む。私に任せる。まどっせえ。さあどうするかな。じゃあウォーターガンとカブト割りでちょっと防御を落としつつ、そうですね、まあ、意味ないけどちょっと失礼いきますか。兄弟で失礼やっちゃいますか。これは失礼な攻撃で注意をそらす。ダブル失礼で。
寝っ転がって攻撃、攻撃。いいじゃん、素晴らしい戦い方。さあ全体ダメですね、痛い。さあ次超重力飛んできて、まあ、結構めんどくさいですね。どうしようかな、どうすっかな、ウルピナ。天地2台いきますか、と十字弾でいこうかな。はい、これで私が切り込む、続いてくれ。この探し方の天地がかっこいいっすね。はい、そしてウォーターが、このくらいでウルピア倒れました。あ、ウルピアのねちょっと失礼けど切ればなと思ったのに、しゃあねえな。ジャンプミス決めるか。基本を忘れるな、慎重に行くぞ。了解、基本はこれだ、忘れるな。基本を見せよう。さようなら。はい、そして勝利と勝つとし。お腹がすくね。次はやられねえ。かっこいいやろ。まあロールはパッシブみたいなもんですね。さあランクアップ。でこう誰も戦闘にならない、まあ、今倒れちゃったので、まあ、ここあればまあボーナス報酬がもらえるよっていう感じです。まあ、この辺も出てくるかもしれないですけどね。まあ、探すかはねかなり残ってるんですよね、キャラ。探すかのガチャもどんだけでも出せますよね。まあ、そういったアンサガとかもかなりいるんですけどね。はい、ということで、今回はここで終わりたいなと思います。あ、一応メンバー見せとく。まだまだあの仲間います。まあ、全然あの全員拾ってないので、まあ、この辺とか可愛いかもしれないですね。マリオンとかね。あ、ちょっとなんか一戦やる、使ったらちょっと外して全く育てないんですけどね。全く使ってないので、タリアの相棒ですね、このカーンってやつが。このカーン使っとくでしょ。あとエリセドを外して、まあルイリースちょっと入れて、モンド、まあ、バディキャラですね、ウルピナの、ウルピナ編の。ウルピナもちょっと外して、そうやね、でも残り難しいね。まあ、ウルピナだけちょっと入れとくか。よし、これでちょっとどっかで戦闘しますか。はい、行きましょう。装備とかぐちゃぐちゃですから、これ。この緊張感たまらんな。おう、きゃー、怖ーい。この緊張感たまらんな。ね、そうやね。まずはこんな感じでいこう。ほい、せい。ウルピナフィニッシュであの終わらせますんで、あ、サブミッション使っとこうか。あとはそうやね、この辺も使う。私で助けになるのか。仮に
ミス。開花。うっとせえ。やられました。一発で。痛い。いやこれちょっとウルピナ落ちちゃうとあのめんどくさいことになっちゃうんですね。ね、そうやね、まあサブミッションでいこうよ。はい、こんな感じでサブミッション。まじいろんな技を見せていく。まあ空気投げいきますか、次は。そしてあとは使ったかな。まあこの辺は別にいいしね。はい、まあこんな感じで。まああとはウルピナで決めて終わりという感じでね、いきましょうか。せいマリガンシンよ、感謝します。お、いいね、やるやん。ウルピナフィニッシュ。ウルピナフィニッシュ。まだまだやりますぞ。荒海にも耐えないとな。探すための戦闘はね、まあ、かなり楽しいんで。健康健康。まあ誰が動いてくるとか見て、まあそいつにスタンを打って、まあ攻撃受けないようにしたりとか、まあ栄翔を止めたりとか。そのタイムラインね、こう味方敵、まあ味方敵みたいな並んでるんですか、そこをうまく調整して、まあ連撃狙ったりとか。はい、ということで、今回はここで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。